そうかそうか、じゃあ着陸準備、ブブラー。久しぶりじゃのう、何話ぶりじゃ。やっぱり地球の空気はまっことうまいぜよ。坂本さん、ムツさん。ちょっと人の話聞いてんの？何？何ぞあったか？そういうパターンできたか。いいよ。てんよ、こいつに隕石バー叩き落としてください。泣いていい？いよいよ暑さにやられたかや。自分の上司が偉いことになってんのに、なんでそんなに落ち着いてんの。わしがこんなところで死ぬか。すみません。おめえうっせえから少し黙っておいよ。なんかあの人らしか見えないもんがあるのかな。そもそもあの化け物どもを地球に連れ込んだのはわしじゃき。地球の未来は明るいぜよ。待っててよ、おりょうちゃん。どこが明るいんだ。むずぶっ殺すぞ。今大したことないやつに限って一番でかい声で昔の話生き生き語ってるよね。そうして男はあの時と同じ高笑いをあげると。何をやってるんだ貴様は。本当に捨てられたぜよ。